はい皆さんこんこ昨夜は朝5時にきのまま仕事に行き、えー、家事を終わらせ、次の日も5時起きでしたが、えー、クロアチア戦が見たかったから、ライブで夜中、延長戦を見た後に、さあ、PK 戦、すると南の選手が一番手に、あれ、ゴールキックならどうあん選手などの方が、とその場で思ったことをコメントしましたが、朝主人から途中交代した選手や、えー、ベンチの選手は蹴れないと聞いたり、 また、テレビリアルタイムでは、ロッカールームの話や、えー、選手の自主性からなどの、えー、情報はないままで、単純に得意そうな、えー、選手が蹴った方がいいのではと思い、えー、その場で、えー、コメントをしました。えー、PK 戦もやはり勝つか負けるかが決まるから勇気もいるし、立候補された方は、えー、頑張りましたが、やはりなかなか難しく、だから、えー、海外は個人的にシーズンオーンの自主練や、 日頃からの自分のトレーニングに PK 戦の練習を1年間に1000回くらい練習しておくようにと、そんなチームもあるくらい、他の練習プラス PK 戦のシミュレーションや、いろいろ練習すると解説の方が言われていましたよ。もちろん運もありますが、元日本代表の中村俊輔さんがテレビライブで PK 戦を見ていて、見事的確に多分真ん中なら、キーパー右に など当たっていて、さすが俊輔、駆け引きや、えー、心理事は、えー、経験や、えー、研究に、えー、勉強したからんだろうな、フリーキックは、えー、PK はですね、えー、試合で何回もあったから、やはりしっかり日頃からいろんな練習をしていったようですよ、またクロアチアは、えー、前の日もちゃんと PK 戦になるかもと。 しっかり練習をされていたと解説していて、現地で取材されていた元日本代表の方が言われていましたよ。うん、日本も練習はしていただろうけどと、とベスト8はやはり強豪国が、今回モロッコは旋風を巻き起こしていますが、キーパーはめちゃくちゃ反応をしていたし、私はただのにわかファンに毛が生えたくらいだから、あまり詳しくないんで、子供がサッカーを。 え小さい時から習っていて、ちょこちょこサッカーのことも以前からコメントをしていたんで、ついつい熱く語りましたが、この辺でスケートの話題に、スケートも語っていたけど、ここは何でも語っていいよと、ファイナル前だったからたくさんコメントをしました。ではまた、ということでね、うん。いや、いよいよね、もう今日からね、フィギュアスケート始まっていくということなんで、まあサッカーね、まあまだ悔しいですけどもね、うん。まあ気持ち切り替えていけるかどうか、ちょっとなかなか難しいとは思うんですけども、うん。 えー、みきみのさんどうもですよろしくお願いします、えー、なでしこジャパンの化粧筆広島県の熊野町で作られた熊野筆ですあ、そうなんですねうん、使い心地がとても良い高級化粧筆です赤ちゃん筆と言って,手って生まれた時の柔らかい髪で作る記念筆もあります、えー、それを作るには生まれた時から筆の長さが取れるまで髪を切らないんですあ、そうなんですか とうことはもう第一髪の毛っていう感じですね髪が少ない赤ちゃんは伸びるまで待たないといけないから大変我が家も、えー、長男の時に作りましたあこれなんか皆さん作りますよね僕もあったかな弟の時は作ったと思うんですが僕の時は忘れましたね、うん、今度ちょっと聞いてみたいと思いますえミ、ー、ワさんこんばんは 今、テレビ朝日報道ステーションを見ていたら、きっと来るはずと待機していたら、やはり来ました。えー、ミラノから公式練習の様子が、翔馬くん調子が良さそう。そうなんですよね。ジャンプ綺麗に次々決めていれば、すごい、えー、笑顔、生き生きした。いいよ、ステファン先生もニコニコ。ジャンプコーチの先生も笑顔が。松岡修造さんも面白いって、早速翔馬くんにインタビュー。終われる立場じゃなくて、僕も実力を出して頑張りたいと。うん。 今日さ、えー、上下、えー、黒い練習理、翔馬くん。黒も似合う。少し大人っぽくも、やはりかっこかわいい。お目目くりくり。やっぱり翔馬くんが一番かっこかわいいわ。えー、頑張って、今回はなんだかやりそうだよ、感覚しますよ。アンデロ先生も身を乗り出して、翔、え、馬、ー、くんと、えー、ステファンとニコニコ、いい雰囲気。その調子を今夜こそゆっくり眠れそうだわ。うん。今回はね、やってくれそうですかね。まあ、とりあえずショートが気になるんで、でも明日はね、 えー、ジュリア男子が皆様の、えっと、深夜の時間に始まるということなんで、えー、僕は明日の3時頃からですね。うんえー、っとそういえば、織田信成さんもね、えーっと、YouTube 動画でね、イタリア到着で、ね、食事をされていたりとかをしていたんで、解、う、説、ん、するのかなっていう感じでございますね。はいえー、マルニーさん、おはようございます。 小学ーバック曲公式練習の、えー、ジャンプ内容、G 戦上のアリア、えー、メアトルメンタープロペラーテ、えー、4回転ループ、えー、4回転サルコー、4フリップ、トリプルアクセルシングルオイダー、トリプルサルコー、えー、4回転トーループ、トリプルトーループのコンビネーション、えー、トリプルアクセルオイダー、ダブルアクセル、あこういう感じの構成なんですね。ってことは NHK 杯の予定構成と変わらない感じだけど、やっぱ後半の、えー、とコンビネーションのところ注目ですね。 を、えー、ノーミス、えー、スイスから取るのでは時差がないのはいいね、確かに。うんえー、スイスでの、えー、シェフ、いつ君くんは、しょうまくんのお気に入り料理はサーモン料理で、出発の日もオーダーはサーモン料理だった。あいいですね、健康に。うん。シうまくんが魚料理、えー。魚も肉だけど、えー、びっくり、うん。だんだんなんかいろんな、えー、お大人になるごとに、いろんな味覚といっては変わってくるんでしょうかね。私も念、ね、を送りますよ。うん えー、マリリンさん、ごめん、4回転とトリプルトウの後に、4回転とループにあ、そうですね、なるほど、ノーミス、えー、コメントまで、私のごそ、えー、方こそ落ち着けですね、というこあ、これは 4T3T の後に 4T を単独に入れていくっていう感じでしょうかね。うんえー、マスミンさん、どうも、どうもです。 未知との遭遇。ISE のショート動画でイリア・マリニ君が、カンツ、これカンツっていうのかな ?5 回転ジャンプの初成功者になりたいと発言です。いや、これ僕見ちゃいましたあの。マスミンさんからこのコメント見てどこだろうと思って探したら見ちゃいました。女性の方のあのインタビューですよね。うん。見ちゃったんですよ。ね、すごかったですね。あの、もしかしてもうやっているかもね。Who knows I already have some to? にんまりマリニ。うん。 これ、ニンマリンマリン、これ、狙ってますかね <laughs>。ね、ニンマリンマリン。もしや、釣りの5輪までには完成予定かな。うん。まあ、今、多分、5回転やっても、えー、ベースバリューがないんで、まあ、多分、あの誰かが決めてくれば、ベースバリュー作るかなと思うんですよね。えー、GP ファイナルでは4回転アクセルを入れてくるそうです。お結局、ね、今季始まる前は、どこに4回転アクセル入れるかどうかっていうところで、まあ、結構ね、いろんな、そのね、うん。 や,やんないんじゃないかなっていうこともあったんですが、結局、結局ここまで全体からやるっていうね、すごいですね。もうなんか4回転アクセルをものにしてるかなっていう感じがするので、うん、でも5回転ジャンプね、やってるんじゃないかな。うん、そんな感じしますよ。一瞬ね、一瞬だけだよ。うん、Maybe He Already Jump Counts。はい。えー、きだけ24さん、こんばんは。あ、えっ、ー、と、おはようございます。 あれさっきコメントしたのが消えてる、えー、気を取り直してもう一度いよいよファイナル公式練習でノーミス情報が続々と上がりわくわくドキドキ感が増し増しですうんいや楽しみですね宇野浦方でトリノへ出発する,する様子がありましたね、うん、無事にトリノへ到着してひと安心、えー、ステファン運転頑張ったあの天気予報スイスの天気予報見たら今日明日はね 結構天気らしいですね、うん、でこの日もね、えー、結構天気が良かったみたいなんですけどあのグランプリファイナルの中盤っすね、えー、スイスの天気予報を見たらかなり雪マークというかめっちゃ極寒になるのでちょっとグランプリファイナルの中盤あたり要注意ですね、うん、なんかトリノも雪降るっぽいですよ、えー、公式練習ではショーマくんとステファンの超笑顔で調子が良さそうで嬉しい、えー、やりたいことできる試合になれる予感 言霊、言霊、うん。えー、昌磨くんが、水野さんからエヴァンゲリオンのウェアをプレゼントされてきている画像がありました。なんだか眠そうな昌馬くんですが、ツイッターでエヴァの主人公をンジに似せていると言われていましたが、昌馬くん、そんなんでできるって失礼ながら笑いました。あ、そうなんですね。残念ながら僕、エヴァンゲリオン、全然わかんないんですよ。そういう、ちょっと、えっと、そういうことなんですね。 とい,いような内容の米が消えたんでで送りましたあそうななんですコメントねなかったですね、うん、なんか本当に前からちょっとコメントトラブルがかなり多くてもしかしたら皆さん送ってるコメントも届いてない部分がある可能性あるんですよね。今のところ僕は、まあ、昨日ちょっと削除したコメントが一部ね、えー、あったんですけどちょっとさすがにねそれ以外は削除は全くないしなのであのー、本当に、うん、ちょっとびっくりはしてますけども。はい。 エミリーさん、おはようございます。あれ、撮影したの、ママさんとかじゃないかなと思っています。えー、水野さんに来たところの画像を送るから、そこだって、えー、撮るのまあいいけど、うんみたいな感じということで、これはそ,いその場面だったんですね。あ、なるほど。そこの画像なんですね。うん。ちょっと時系列的に迷子になってます。はい。えー、というわけで、皆さんありがとうございました。これで以上です。